はい、どうも、ウズです。皆様ゲームやってますか？今東京ゲームショー開催中なんですけれども、この動画を公開した時にはね、見る方によってはね、もう終わってるけど、はい。で、東京ゲームショーの2022年ビジネスデーと呼ばれる、まあ初日なんですけれども、ちょっと現地に行って会場の雰囲気を撮影してきましたので、その様子をこの動画ではご覧いただきたいと思います。はい、早速どうぞ。はい、ということで2022年の東京ゲームショー来ましたんで、ちょっと中見ていきたいと思います。で、今回もなんですけど、基本的にはあの会場の雰囲気を撮影してくるのが自分の動画なんで、雰囲気を撮影してきて、まあ、ピンポイント動画はね、いろんなところで上がってくると思いますので、全体的な雰囲気を撮っていきたいと思います。一応ね、初日のビジネスデーのお昼なんですけど、それなりに人がおりますね。入り口から遠いんだよね、入場の手続きするのは遠いんですよ。はい、じゃあチケットの方もらえたので、まあ、事前にちゃんとプリントアウトしてきたからすんなり行きましたね。はい、行きましょう。で、まずゲームショーついて最初に行く場所、トイレ。まあ、確かに人は多いんですけど、一般デーよりは全然ですね。あ、可愛い子がいるよ。結構な感じで賑わってますね。あ、暑い。はい、来ましたよ。光栄テクモですね。ライザのアトリエ3ありますね。いいね、ライザのアトリエ3ある。はい、ライザちゃん撮っておきましょうね。ライザちゃん、いいね、いいね、リアルだね。ライザのアトリエ3は体験ブース用意されているので、パネルの後ろでね、遊べますね。ちょっと私今回時間の都合やらないんですけど、まあ遊べますよ、興味ある方。はい、こちらですね、期待値高いウォーロングですね。2023年予定のウォーロング、これね、ちょっとというか個人的にはすごくやりたいゲームなので楽しみなんですよね。で、会場ではこのオリジナルグッズを私有してね、もらうことができますので、ぜひ一般開放されて、一般ね、来られたら試遊していただければと思います。ちょっとこれやりたいな。ちょっとね、オーロングはやりたいから、ちょっと寄ってみようかな。試遊ちょっと並んでみたいと思います。はい、45分待ちですね。45か。ちょっとね、オーロングやろうと思ったんだけど、時間が足んなくなりそうなので、やります。並んで10分でちょっと抜けました。他回ります。ちょいとね、スクエニの方を先に回っていきます。そうだね、先にちょっと見たかったところ回んないとね、分かんなくなっちゃうからね、時間読めなくなっちゃうから。はい、スクエニはバルキリエリシオン流れてますね、しっかりとメインのところモニターで。で、背面でバルキリエリシオン流れてるんですけど、基本スクエニの映像は撮影、録画撮影はね、禁止ということなので、さあ素通りします。でもバルキリエリシオンが出てますね、ちゃんとね、大型モニターで。ここはめちゃくちゃ派手だな、コナミだな。コナミがめちゃくちゃ派手なんですけど、ブースが、まあ、こんな感じですごい明かりが出てますね。かっこいいね、コナミ。コナミさんはやっぱり遊戯王を出してきてますね。遊戯王が 角にある。お、ちゃんとソニックもいますね。でかいソニック、でかソニックがいますよ。異世界おじさんでね、最近ちょっとソニック、セガブースが人気で、これセガじゃん。はい、アトラスのブースはこんな感じですね。あ、ペルソナがしっかり置いてありますね。タナトスか、めちゃくちゃかっこいいんだけど、すげえリアル、いいね、かっこいい。いいね、やっぱり好きなゲームがあるとテンション上がるね。ペルソナ5ザロイヤルがね、スイッチで今度出ますので、スイッチユーザーの方はね、楽しみでしょうね。私は PS5 の方でやってましたからね。なんか絶対的に VR キーを利用したゲームとかも多くなっていて、そういうところもだいぶ増えたんじゃないかな。はい、コナミのブースはワンピースオデッセイですね。オデッセイか、いいですね。ここもね、体験できるようなブースがありますので、遊びたい方はちょっと一回試されるのもいいと思います。はい、あとはバンダイコナミブースというとドラゴンボールですね。はい、こちらのドラゴンボールザブレイカーズ、何でしたっけ、フリーザとかセルとかから逃げていくやつですよね。ストリートファイター6ありますね。ちょっとストリートファイター6の対戦試してきます。これぐらいだったらね、ちょっとやれそうだよね。Doesn't matter. Either one. Okay. If you want it. Whatever.
ちょっと直接の対戦映像は撮れなかったんですけど、まあすごい楽しくプレイできました、ストリートファイター6。はい、で、ストリートファイター6の試遊が終わりまして、わー、やっぱ楽しいですね。なんかやっぱりエフェクトっていうか全体的にね、やっぱり気持ちよく戦える仕様になってて、セイマがすごい楽しみですね。あ、いやいやいや、はい、一緒に対戦した人、はい、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。はい、デッドバイデイライトですね、こういったグッズも充実してる物販コーナーもかなりありますので、コーナー的には固まっているので、いろいろね、物の方も借りやすいと思います。こっちカプコンですね、カプコンではこういったものも置いてあります。娘に買ってあげたら喜びそうだけどな来てくれるかな。やべ、最近よく好きで見てたリコリスコイルのね、制服がね、置いてあるよ。リコリコだね。そしてスパイダーマンなんで、まあ、物販系は土日がねメインでしょうね。今日はメディアの人が多いから、そんな販売はね、宣伝にはなるだろうけどね。はい、こちらはファイナルファンタジー6のティナのフィギュアですね。6分の1スケールの魔導アーマーをねモチーフにした、スタチューのモデルってことかな、なんですけど、150万円ぐらい価格の方がするので話題になった品ですね。2023年7月28日に発売ということだったんですけれども、どうなのかな、売り切れたのかな。まあまあすごい作りですね、間近に見れてよかったです。いやー、ファイナルマジね、ティナの模型ね、めちゃくちゃかっこよかったですね。あの動画でちょっと話題させてもらったやつですね、高価なやつ、実物見れてよかったです。いつでも楽しめるようにバルブはどこにでも持ち運べる。はい、で、気にしていたスチームデックですね、こちらの本体をちょっと試せるということで、実際に15分ほどですね、こちらも試してきてみました。で、操作感に関しては液晶のタッチパネルも操作しやすいですし、まあ本体がね大きい割には軽く感じられて、持ちやすい作りになっているところには好感が持てました。まあ、ただこれね、何度か遊んでるとゲームプレイ始めるとすごい快適なんですけど、読み込みがすごいかかってしまったり、あとは固まっちゃう症状ですね、パタッと止まっちゃうこともあって、その辺がね、ちょっとこう体験の中ではあまりね快適に感じられなかったです。まあ、ただゲーム遊んでる時は夢中になって遊べるぐらい、あのこの画面のねグラフィックも綺麗ですし、あのファイナルファンタジーの方も試させてもらったんですけど、あのすごい快適なプレイができるっていうのはよくわかりました。で、これテレビにねつなげて出力、あの映像の方出してプレイすることできるっていうことですし、まあ、専用のワイヤレスコントローラーを使うこともできますので、そういったところでは拡張性の面も含めてすごくそう夢が広がる端末だなっていうのは思いました。はい、最後はちょっとですね、メーカーの新商品説明会行ってしまったので駆け足みたいになっちゃったんですけど、とりあえず東京ゲームショー15日ですねの方は一通り見れたかな。ストリートファイターできたの良かったかな。対戦したね外国の方とも仲良くなったしね帰りましょう。はい、いかがでございましたでしょうか。私自身久しぶりの東京ゲームショーだったので、すごいワクワクいろいろとね見させていただいて、まあそうは言っても時間に限りがあるので、本当に興味があるとこだけ、まあ、今回ストリートファイター6にね、かなりちょっとハマってしまったんですけど、まあちょっと試そうと思って試せなかったゲームもあったんですが、まあ本当に楽しくブースの方を見て回れました。で、もしかしたらこの動画を見てる方の中に一般開放日ですね、同日と行かれる方がいるかもしれませんので、特にお気をつけいただきたいのがやはり混雑です。あのビジネスデーって言って制限がある程度ある日であってもかなりの人数がいましたし、近くの海浜幕張駅なんかもすごいごった返してましたので、小さなお子様を一緒に連れていく方とか、まあ、もちろんね注意しなきゃいけないですし、あとブースの方を回るときにはもう事前に自分が行こうと思ってる場所は2点か3点ですね、しっかり決めといた方がいいと思います。このビジネスデー初日であっても結構45分30分待ちというブースは非常に多かったので、土日になっちゃうともう1時間以上当たり前になっちゃうんじゃないかな、一つのブースで待つのが、あのお試ししたい場合ね、ゲームを、はい、といったところをご注意くださいといったところで、今回の動画を終わろうと思います。で、この動画とは別に、同時間帯にアップした動画でストリートファイター6を実際遊んでみての感想動画というのもやってますので、そちらの方も格闘ゲーム好きな方はぜひご覧いただければと思います。普段からゲームの話、カメラ関係の話などを多くやっている YouTube チャンネルになりますので、そういった話が好きな方はぜひ高評価、チャンネル登録お願いいたします。この動画を公開したぐらいで、あと残りね40人ぐらいかな、で10万人になりますので、はい、チラ見の方もぜひチャンネル登録ちゃっかりしてってみてください。ありがとうございました。ご視聴ではまた別の動画で、バイバイ。
まあでも実際行くまではチェックしてなかったゲームでも、まあね、現地で見ちゃうとやっぱりプレイしたくなっちゃったりするよね。あのソニックのゲームもそうだし、ワンピースのねオデッセイ、あれもなんか結構いいんじゃないかなと思っちゃって、はい、なんていうこともありますので、まあちょっとゲーム業界はねまだまだ今後も盛り上がっていくと思いますから、あのスマホゲームもねありますし、はい、しっかりと追っていきたいと思います。いやーでも栃木から幕張メッセは遠い、